Thank you.
待ちなさすぎ、笑った。皆さんこんにちは、高校生です。改めまして今日もご視聴くださりありがとうございます。たくさんガールズトークここまで聞いてくださった皆様、お疲れ様でした。はい、というわけで今明日先輩に渡すお菓子を私も食べてみたんですけど、ちょっと放置したらなんか乾燥、さっき焼きたての時はちょっと美味しかったんですけど、明日これ持ってったら状態もっと悪くなってるんじゃないかと思ってすごい心配で、あげるのやめようかどうしようかって迷いながら食べ進めていって、って感じですね。焼きたての時はちょっと固めのブラウニーっていう感じだったんですけど、時間が経ったらなんかポロポロしてきちゃって、ダメでしょこんなの。はぁ、それで私は思い立って先輩に LINE をしてみることにしました。先輩、お菓子作ったんですけどなんかちょっと味がいまいちな気がしてと送りました。そういえば私、気づけば自分から先輩に LINE を送るのってもう本当に5ヶ月ぶりとかなんですよ。私はもうこれでチキンじゃない。私だって本気になれば LINE ぐらい送れるんだぞ。お母さん、私の名前鶏肉やめて。はい、ということで先輩に LINE をしたら、先輩はなんて優しいんでしょう、そんなの関係ないよ、持っておいでよと言ってくれました。すいません、今めちゃくちゃ眠くってもうテンションがおかしくって変な喋り方をしてしまいました。はい、ということで今学校に向かっている電車の中、
ちゃんと先輩に渡してきます。今日もご視聴くださりありがとうございました。